朗読クリストファー・ブレア作クリストファー・ブレア博士の事件簿よりアーリラ前回の続きからですさてここから私にとっては ひどく書きづらい内容になってくる私はマーク・ワンドの死にひどいショックを受けていたその死が意味しそしてこの私にあたかも恐るべき証拠のように伝えてきたことそれはすなわちこの脅威の体験が妄想などではなくそれが避けることのできない 悲劇的な結末に向かっていたことであり、そしてそうであるがゆえに、私には誰かがこの詳細を読んで、ほんのわずかに口元を緩めることを考えるだけでも、冷裁ではいられない。なぜならこれから先の内容か、容易に冗談扱いされてしまう性質のものであるからだが、しかし、そのような内容そのものが、 まさにこの悲劇の本質でもあるのだ。まず知っておいていただきたいのは、アーディラには金星の風潮に習に倣って、7人の夫がいたという事実である。とはいえ、この事実があっても、彼女はマーク・ワンドの情熱に精一杯応えることになんだ抵抗を感じなかったようである。金星の夫たちというのは、 知能の劣る我々地球人からするならば大層のんびりした性格のようだがしかし時には例外もあるものでその例外的な夫の一人がアーリラのこの宇宙事業に「かれる嫉妬深い夫」という形で大きく影を落としていた極めて知能が高く金星の科学界において高い地位を占めるアーリラを この地球の大学の名教授だとするなら一流派という名前のこの夫はその無教養な妻もちろん一人だけだがのようなものだった夫がその一生を捧げた仕事よりも自分の感情や満足感の方にあるかに重きを置くような妻であるかくしてマーク・ワンドと相引きをするにあたって アーディラはひどく慎重にならざるを得なかった地球ではそのような彼女の振る舞いを不したらと評する向きもあるかもしれないともあれアーディラにとっては観測所に閉じこもって地球の愛人と交信することは何ら問題ないことだったしかしながら夫のイ・ルーハの方はもちろん金星の 宇宙物理学の膨大な可能性について無知ではないのでアイリラの研究がどのくらいの範囲をどの程度調べるものなのかなかなか心穏やかというわけにはいかずとにかく前述したようにアイリラはひどく慎重にならなければならなかったのだったよごとの相引きが 理不尽なほどにネチネチと小言と言われて邪魔されるのはしょっちゅうで力ずくで妨害されるのは優に及ばずそういう時にはアーリラも恐ろしくてしばらく光線電話機に近づかなかったマーク・ワンドの手記を読んだところではどうやら彼女は油断をした隙にイッハルーハにマーク・ワンドの光線写真を何枚か見られてしまったことがあったようで。 幾分品のない言い方をするならば一流派は妻をつけ回していたのであるしかしながらアイリラの科学に対する極めて高度な知識才能そして野心がなければ全てはうまくいっていたのかもしれない自身を描いた巧みな画像を送信することにとどまらず彼女の野心はそこから大きく飛躍し そのために多大な労力を研究に費やして、とうとうなんと自分自身を送信することに成功したのである。正確には自らの複製体内の器官に至るまで完璧に再現され、しかも身体機能。密度ともに現実の肉体と全く変わらない分身を。 アイリラののの科学者ととしての業績の頂点とも言えるこの技術の開発とその最終的な成功について私には大まかな内容しかわからない。というのもワークアンド自身この部分の記述は言葉数が少なくなっており彼の日誌はこれ以降生真面目で豪傑な配慮によって多くはないにせよいくつかの部分が省かれて 読者の想像ににねられそれそ科学的な資料としての価値は損なわれる傾向にあるこの実態でもなければ溺れない幽霊でもないアーディラの分身は機械があるたびに地球にやってきてマークワンドの観測所を訪れ一方で彼女の実態は金星の観測所に残っていわば見張り番をしていたのだった。 アーディラの名誉のために断っておかなければならないか彼女はマークワンドにこうした惑星間の外出が途方もなく恐ろしいほどに危険であることを隠そうとはしなかったアーディラの実態は金星に残っているとはいえども意識は分身と一緒に地球にやってきていたからでそしてこれこそはあの運命の日 アイリだとマークワンドに悲劇をもたらすことになるのだった。というのも金星にある実態はそれを司る意識を一時的に変えているために装置の操作には向いていないからでマークワンドとのせっかくの2人きりの時間も常に当社版に目をやり公線電話機に耳を当てて警戒していなければならないのでは台無しだったに違いない。 結果的にこうした驚くべき惑星間の合引きは一流派が留守にしているか少なくとも観測所に邪魔をしに来る可能性の低い時を習うしかなかったどうやら金星の夫というのはもちろんその数の多さは別にして地球のいわゆる文明国の妻たちにそっくりのようであるそしておそらくその逆もまたしかりなのだろう マークワンドは前述したように私との会話の中ではアーディラとの密会の内容についてはあまり話したがらずそればかりか観測所の日誌の記録には近世の政治経済そして時には民族学的な詳細ばかりが書かれておりざっと目を通して見た感じでは2人で過ごす時間は文化の違いによる差を埋めることに 大きな時間が割かれていたと言っていいだろう。というのもアイディだと長い時間二人きりで過ごしていながら手帳にも日誌にもほんの数行の書き込みしかないことがしばしばあるのであるマーク・ワンドは二人が犯していた危険がどのようなものかを説明しようとはしてくれたのだがしかしその説明というのも 全く私の理解を超えていていヘルツ波電位アンペア数などなど他にもたくさんの専門用語が搬出し私はさじを投げてしまった私に分かったのは金銭にいる実態のアーディラが当社装置を操作しておりそしてもしも邪魔が入ったりあるいは機械が損傷したりすれば取り返しのつかない 大惨事になるとというこだだけだったもしも地球との交信中に部外者あるいは未経験者が観測所に入った場合アーリラの発電施設の全電力が金星と地球間をつなぐ光線に流れてしまう恐れがありそうなる可能性が高いのは明らかだったそうなった場合に何が起こるのかについて。 マークワンドはこう言っていた。推測したくもないねと実体のアーディラはまず間違いなく死ぬだろうねここがどうなってしまうのかは予測するのは難しい何らかの形で瞬時に消滅いや蒸発かなどうだろうでも僕たちは必要な安全策は 思いつく限りすべて講じているよ私は思い切って一つ質問をした分身の方のアーディラの体は物理的な痛みを感じることができるのかいマーク・ワンドはしばし考え込み私は彼の顔が少し赤くなっているような気がしたやがて彼はこう答えた ああ、感じられるよそれについてはほとんど疑いの余地はないもう一つ私は言ったもし仮に誰か部外者が我々は一流派の名前を出すことは滅多にいや一度もなくこれはもちろん本人への配慮のためである 生身のアイディラのいない隙に装置をいじってそして旦那いやその誰かがどうにかして自分自身を投射してしまったらそうしたらどうなるマーク・ワンドは残念ながら肩をすくめて笑ったそう彼は確かに笑って返事をする代わりに顔を背け 声で古い農園歌を口ずさんだのだった「絵舟みなみな立ち上がり歌い回せやハレルや」マーク・ワンドとの滞在期間は終わりに近づいていたがそれでも私は漠然とした不安につきまとわれてぐずぐずと長居をしていたお目付役を気取るつもりは全くないけれども 彼をアーリラと二人きりにして去るのは安全ではないと、いや、健全ではないと思ったのだ。一緒にどこかを訪れてみようかと遠回しに誘ってもみた。彼が無事にロンドンに帰り着くのを見届けたかったからだが、彼は聞く耳を持たなかった。マーク・ワンドは恋煩いだった。そしてとても幸せそうだった。 私はだんだん不安になりそして白状するならばだんだんと好奇心を膨らませていった私は二人が出会う場面に自分も同席させてほしいという思いを何とかして伝えようとしたがすると今度はマークワンドの方が動揺していた私は自分がこの上ないほど品のない警察の発言をしてしまったことをすぐに察し あとは何か緊急事態が起こり私が役に立てるような機会が巡ってくるのを待つしかなかったそうして問題の14日の夜あるいは早朝がやってきたそれに先立つ数日の間マーク・バンドはぼんやりとして神経質で事態は思うようにうまくいっていないようだった 一言で言えば、一途派に手こずらされていたわけで金星側の観測所と交信を保ちつつ2人からするならば関係が始まって以来一緒に過ごした時間の大半を占めていたのだろう調査や学術的な会話を続けることにかなり振動が溜まっているようだったマークワンとは言っていた。 確かに向こうで何かが起こっているのかそれなりに意識を集中させておくのがなかなか難しい時もあってねついこの間なんかここで言葉ば途切れ結局私はその時2人の歩む科学研究の花道を阻んだのは何だったのか知ることはなくこれについてはマーク・ワンダの手帳にも何の記録も残っていなかった。 私は例によってマークワンドの書斎で彼が戻ってくるのを待っていた私は彼が観測所から戻ってきてアーディラが無事に家に送り返されたのを確認するまではベッドに入るのが嫌だったがしかしその時もまた例によっていつの間にか眠ってしまっていた突然 観測所の水銀灯が書斎に向けられ、公線電話機の呼び鈴がけただましく鳴り響いた。私は受話器をひったくるようにして取り上げたが、聞こえてくるのはごちゃごちゃと入り混じった物音と、無線送話器のような激しいバリバリという雑音だけだった。受精器を放り出すと私は観測所に走り、 扉を大きく開け放って中に入った室内は水銀灯とは別のまぶしい墨色の光と何かの焼ける匂いで満たされていた私が入ってきた時マークワンドはそこに立っていたそして神経が張り詰めていたせいで自分が幻を見ていたのかどうか 今となってはもうわからないがしかしその時私は女性の姿を見たそうそれも息をのむほどに美しい女性がマークワントの足元の床にひざまずいて片方の腕を彼の腰に回し顔を光線電話機を構成している複雑に入り組んだ鏡や セレン光電池の方に向けているのを美しく色の黒いその顔には恐怖の色が浮かんでおりそして彼女はマークワンドの盾になろうと私には見えない何かから彼を守ろうとしているかのようだったしかしその光景が見えたのもほんの一二秒のことだったその時 地震のような大異変が起こった明かりは一つ残らず消え観測所は鼻をつままれてもわからないほど真っ暗になったその暗闇の中床の上に発光性のといってもぼんやりとした光ではなくキラキラと火花のような輝きを放つ直径 1> 1メートルほどの輪が浮かび上がっていた私は照明のスイッチを手探りした明かりはつかなかったが死ぬまで忘れることのないほどのすさまじい衝撃に打たれそれがもとで激しい吐き気を感じたしばらくして 私には何年にも思えるような長さだったが私はマッチを取り出してすり停電になった時に備えていつも机の上に立ててある2本のろうそくに火を移した光線電話装置は大破しその光景はまるで開運倉庫の裏に捨てられた真ネ式マットレスの残骸のようだった 望遠鏡は頑丈な土台からねじれて外れ床すれすれまで垂れ下がっているドームの縦長の開口部の横に割れ目があった不気味な沈黙をひしひしと感じふと見ると更生時計と太陽追尾機が両方とも止まっていたその短調で 堂々たる機械音はどれほど慰めになってくれていただろう私はマーク・ワンドと2人きりだった彼は先ほど立っていた場所に横たわっていたピクリとも動かないその姿は至って普通だった唇を上下の歯が見えるほどにぐっと左右に引いた おぞましい笑顔を浮かべていることを除いては「電気ショック」「人工呼吸」など私は応急処置の授業で学んだことを思い出した彼の直帰のボタンを外しズボンのベルトを緩めシャツの襟をくつろげると私は見よう見まねで処置を始めた。 少しずつ服を脱がしていくにつれて胸の悪くなるような匂いがしたやがて私は彼が死んでいることを悟った必死の思いで意識を正気を失わないようにと努力しながら懸命に頭を働かせた医師たち検視審問 野獣馬の詮索遺体の見分おぞましい何としてでも彼の体を調べるのは私が最初でなければならないような気がした私はマークワンドの服をそっと丁寧に脱がしていった死の直後に血の毛が引いたせいでもともと白い肌がさらに白くなっていたが 少なくとも外傷はなかったしかしながらアーリラが腕を回していた腰の部分に帯状に濃い茶色の火袋れができていたまるで炎の糸を巻きつけられたかのようでしかもその炎は皮膚を通り抜けて体の奥深くまでを焼きながらそれでいて衣服には焦げた跡すらなかった 気ががついた点が一つ腰の背骨の辺りに小さな右手の形をした火けの跡があり指先の部分が特に度合いがひどかったもう一方の手はどこにあったのだろう私にはそれしか考えられなかった。 私は座ったままじっとマークワンドを見つめていたどのくらいそうしていたのだろうか頭部の割れ目からふと夜明けの光が見えた私は慎重に彼に服を着せていった死体に服を着せるというのがどれほど難しいかお分かりいただけるだろうか 遺体は拘束しつ,つあった。私は精一杯頭を働かせたマーク・ワンドはどのようにして死んだのか新聞死亡告知検視官そうだ発電機だ私はマーク・ワンドをそちらに引きずっていった 見たところ発電機も同じように壊れているようだった彼のこわばった腕を無理やり上げさせてその手を清流器の上に乗せたそれから懐中時計の鎖についていたあの鍵を外した今しがた暗闇にキラキラと輝く輪が見えたところには灰白色の粉が円を描くように積もっていた。 と思いついつて私は研究室の作業台からコルク線のついたありふれた収集用の小さな試験管を取り上げるとその粉を中に入れ缶を直機のポケットに入れたそれから殺人者よろしくこっそりと書斎に戻るとマークワンドの手帳ケースを探し出して私の旅行カバンに入れたそして 使用人たちを起こした。